はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回も強化暁投手でやっていきます。でデッキの方は、今回は急速枠に暁守るで、あとは風薙くんを入れてます。彼女枠はルナちゃんに変わってますというところで、まず風薙ですね。風薙は、野手キャラのサブポジ持ちになりますので、まあ、追求をすると、野手の、理解度が全部深まりますと。であと暁守ですね。ポジションはピッチャーだけなんですけれども、まあ暁大付属の、まあ、イベント枠っていう感じですかね。で追求をすると全ポジションの、理解度が深まりますと。で変化球をねちょっと3枚入れたかったんで、ルナちゃんねちょっと悩んだんだけれども彼女枠として連れてきましたと。あとは、お気に入りのパピオンですね。とあと風薙くん連れてきたことによって、低めのコツがね、サンタ立川の開骨として取れるので、まあ、それもいいかなと、思います。じゃあ、まあ今回はこれでやっていきましょう。いきなりねコツが来てるのはすげえいいんだよね、暁大付属は本当に。しかも虹谷、そして脱散を掴んで、おまたコツがね、ちょっとこれコツを見て、立川、あー守るくんか、リリースは掴めないからな、急速コツがあるからね、どうする、悩むね、やろう、リリースゲイ練習 OK、 ありがたいはありがたい。マインドブレーカーがねどうしても能力を上げておかなきゃいけないんで、で今回も前に後読んできてます。前指が多分相当少ないと思います。もともと風薙も軽いんでね。ここはリリースが取れんのかな、ちょっと、あ無理だなこれ、これはリリース取れないな、割と賭けになるけど、頼むリリースだまあいいや、まあ、これでね、全ポジションの理解度が深まりますと。でここはやっぱり余剰にしておきましょう、まあ、余剰だけはねどうしても厄介なんで。でまたコツが来てるね、その前にリリースをもう潰そう、あれ潰せる、これ潰せる、3あればさすがにこの経験点でも潰せるか。立川で、まあ、人がいっぱいいるんでここで全然いいでしょう。立川はね結構コツが多いキャラなんで、重い球掴めるかな、まだ自己紹介してるからねこいつら、経験点が全然溜まってないでしょう。あーコツが来てるか、ちょっと見つつ、あ132あるじゃん筋力、なんで、あ守るくんからもらったんだ。でコツを見てパッピーだった、うわこれは悩むな、守るくんか、守るくんにしよう、急速コツはマジでどうしても欲しい。タイピン OK、 でタイピンはもう5にしたいよねっていうか、例によって精神が足んないと思うんだけど。でここはショート、ピンショート、打球反応63だもんね、まあいいよねタイミングでも、しょうがない。一応これ見よう、うわまた守くんか、てか守くんさすがに来るね、骨イベント率アップが半端ない、やっとく、いやでもここで回復しとくのもありだよな、いや追求しよう、急速骨オッケーで、筋力は80くれるね、効かないで、これで伸び骨か、まあ一応1だけどね。で虹谷、ちょっと待って、余剰とか全然減ってないんだけど、だとルナちゃんとか全然さ評価上がってないんだけど、いやでもコツはほんとねこの高校美味しいから、まあ、ルナちゃんのコツはねさすがにいいと思うんだけど、教えてください。ここは受けないでおこう、あー30か、ちょっと待ってね見る、ルナちゃんか、ここは風薙か、追求しよう、
ラッツさん、ラッツさん潰しといてよかったね。ちょっと失敗したな。カザナギ、やろう。打たれ強さで、打たれ強さって今どうなってる？3か、まあ、ちょっと精神が少ないんで。キレ、もともとがショートなんで、ショートの理解が大きく深まりますと。エースの威厳、これどうする？タイピンが今3だっけ。笑顔にしとこう。てへ、タイピン、これは、めちゃくちゃこうなんかめちゃくちゃブブーってなってんだけど、で4で掴んじゃっていいよね。まあルナちゃんとの勝負はいいでしょう。置いとかなくて、てかルナちゃんよ、ルナちゃん、ここはルナちゃん評価上げだな。もう一回くらい練習しないとダメなんじゃないか。対強打者、よくヤシマリ勝ったな。お前の能力じゃ何にも勝てなそうなんだけど。うお、体力削られた。あールナちゃんか、やりたかったな。どうする、追求する。いやちょっとルナちゃんもったいないけど、もったいないけどカロリーは1個使っちゃおう。もう11月になるからね、ここはちょっと1回ルナちゃん評価上げます。でルナちゃんはまあ大して追求する必要はないと思うんで、よっぽどここは構わないだな。もうリリースは持ってるんで調子安定。あ、来た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 、前イベの軽さだよね、これが前イベの軽さよ。評価さえ乗ればあとはなんとかなる。立川だな、ここはルナちゃんの追求はほっときます。ま、経験点も少ないんでね、ちょっと待ってね、タッチの潰せるやつ、打たれ強さは取っておこう。キレはもう3でいいよね。あとは奪三者も5になってるし、ジャイロボールも一応潰しとこう、忘れないように。こんなもんか。で7位が持ってるか。で余剰が減ってないんだよね、今度打たれ強さは5になりましたと。あれ、これってさ、もう前指終わった？11月で終わった？全ての前指が終わったんだけど、ちょっと見ます。変化球。碇守るが倒せるね。まあ、ドクター K は例によってあるからね。立川か、サンパーか。で、何気にね、ルナちゃん評価上げとかなきゃいけないんだよね。どうしようかな。いや、ちょっと、コツは欲しい。怪我しにくさ。前目の変なやつがどんどん進んでいくな。守るくんはもう倒しちゃっていいよね。よじょ、そうだよ、そもそもさ倒さないとさタックが組めねえじゃん、ここ。うわ、全員上がるけどしょうがない。メンタル、守るくんはさすがに無理だな。3本松がちょいと上がってるから、次練習できるだけの体力はやっぱり確保しておこう。ちょっと早いね。いけるか、一応球速3。うわー、ちょっと待って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 、技術が足りてない。俺に筋力をくれ、筋力を。一ノ瀬が倒せるな、これだって。たらまあここにしとくか。養生減らしつつ、ヤシマも減らす。養生は倒したい。あ、風の木まだこれがあったわ。復活が1だからね。メンタルには誰もいない。パッピーとか別にタック組めなくていいんで、むしろ。で何のコツ取ったんだっけ。打たれ強さある、こっか。あ、こんなもんか。
あ、怪我しにくさか。怪我しにくさは結構使うからね。2段階使うからね、伸び。ミカリ君さえ進まなければ OK。 パッピーだね、やりたいねこれ。 20% か。イガラシが倒せんのか。イガラシが倒しちゃうのか。二宮減らしとこう。でここは、まあ、回復しないやつで。あ、怪我しにくさ取っておいてもよかったね、一番上にして。よし、緩急を掴んでおいて、つくもか、ヤシマか、ダブルタックだね。つくも減らしたいな。ただヤシマも邪魔だからな。あー、どうしようかな。今回走者首付けもありかもしんないね。ちょっとありかもしんないね。あ、ヨジを先に倒しとこう。ヨジをもう倒せるように倒す。敏捷を稼ぎつつ、こいつはほんと邪魔。余剰はここは大凶さえ出なければ何でもいい、何でもいい。焼き塩オッケー。てかルナちゃん、お正月過ごせたな。おお、守くん、ヤシマとナナイか。ここもうわけわかんねえな。あ、二宮ね。あ、今何人いんだ、全然わかんねえな。12、全然倒してねえじゃん。そもそもちょっと待ってね、もう怒り守るのが怖いんで44にはしておこう。で、あとあれだ、変化球を上げないと。この前フォークとカーブとスライダーにしたからちょっと違うのにしますか。せっかく左投手できてるんでスクリューを上げとこう。左といえばスクリューで、ここ2人、二宮を先に倒しておくっていうのもいいかもしんないんだけどな。一ノ瀬をあんまり下げすぎてもしょうがないんだよね。スクモが邪魔だな。いいや、ここにしよう。マモル君、急速骨を5にしよう。パッピーが今回あんまり来てないね。急速骨つかんだし。8も上がった。お、ありがたい。試験は受ける。五十嵐か。三本松が良かったな。結構上がってるから。スクリュー。スクリューって結構曲がり始めが早いな。真ん中だな。コントロール悪いからね。精密機械でも取っときゃよかったかな。あんまり端にしすぎるとね、外れちゃうからね。何かが発動したぞ。なんだ。結構ずれる、やっぱり。オッケー。でもかなりでかいからね。五十嵐のカウントは1か。追求しよう。コントロールが全然だな。あ、追求する必要ある。ちょっと減らすのを見てから考えよう。うわ、こいつらすげえな。六本木はもう倒しちゃうか。じゃあここだな。倒せねえし。足んなかった。あ、お願いします。怪我しにくさ欲しい。お、あれ、怪我しにくさってもう5になってんだっけ。ちょっと待ってね。お出かけルナちゃん何回目今。1回目か。ここを見て考えよう。パッピーだった。パッピーが来ねえじゃねえかよ。パッピーよ、何してるんだいパッピー。
まあ、風なぎであげとくか。マラソンはサボろう。低め。ゲッ、打たれた。マジか。ケビオで休む。もうしょうがない。マインドブレーカー取れなかったのしょうがねえな。パッピーだったら西谷が。五十嵐。風薙。ここは追求しよう。待ってね。低めは取る。伸びももういいや。取っとこう。まあ、最悪ね。なんだっけ、マインドブレーカー失敗したらもう消すっていう勢いでもいいかもしんないっすね。なんだ、結局何にもならなかったな。三本松が倒せてつくも、千の瀬が11、六本木。え、マジでどうなってんだ今。二宮が結構あるなってことは六本木倒しちゃおう。まあ不確定はだから一人だよね、やっぱり入れるとしても。ここはクイックオートに行こう。一応走者釘付けも取れるように。よし、カチュンで11、8。三本松がぶっ倒せる。二宮を減らしとこう。敏捷ポイントがだいぶ溜まってんな。でパッピーは水に流す。逃げ玉のコツをつかむと。ここは一ノ瀬くんにしとく。一ノ瀬ってどんくらい減るの。あんまり一ノ瀬にしたことないんだけど。一だけかい。10。つくも単独で減らしたいね。二宮倒しちゃっていいか。また守備が上がってくけど。1、2、3、4、5。二宮倒そう。ここワンタックだもんね。やっぱ3人くらいが目安だね。千の瀬のカウントがめっちゃ下がったな。あー、パッピーと三本松が倒せて、七井はもう倒したんだっけ。つくもとか左キラーだよね。無理だな。ちょっと五十嵐の復活をかぶせて、また一ノ瀬が残ってんな。だパッピーはちょっとやっときたい。根骨が欲しいからな。いや欲しいよ、本当に欲しいよ。カロリーバー使おう。三本松、いや倒そう。ダブルタックだし、コツがあるし、コツをくれれば OK で、そこからさらに追求する。おう、誰かが9あった。つくもとかで、これはこれにするとどうなる。これがあんまりよくわかんないんだよね。いや、さすがに無理だな。追求しよう。これでコントロール OK だね。サードと外野でコントロールを上げにかかろう。一応 D にしておく。なんか少し技術が低い気がする。今回あれがあんまり来てないね、ハッピーのコツが。だからシンカーでしょ。カーブにして、技術ほんと足りねえな。変化球西谷オンリー。うわ、つくもとか異常だな。つくも単独で減らしたいね。ってことはここはデートしとこう。ルナちゃんデート進んでないからね。ちなみに追求ってどこまで行くの。こいつ最初か。まああと4だからね、励ましてあげましょう。何にもない、何にもないけど見よう。よし、つくも減らそう。もう一回やんないと。みんな射程内に捉えたいね。けっ。どうしようかな。まあ、元気になりたいだな。普通に体力ないし。タッチ一ノ瀬
いない。パッピーはもうやる必要ないからね。ないからねって言っても技術が足んねえのか。やろ。よし、でいいのがなければ追求する。どうだ。あー、つくも減らしたい。つくもちょっと射程に入れておこう。で3人打倒はみんな射程内に入ったね。あれ、これ何。やろう、ずっとやろう。体力あり余ってんだ俺は。すげえ体力あって、ゲーサボり癖がついた。終わってんなこいつ。あー、直そう、これは直そう。やることねえし。さて3人いるのを確認していないからちょっともったいないけどデートしよう。で次から体力回復しないんで、まあ、デートを進めてっても特に問題ないかな。タック2人か。3人ってなかなかだよな。やっぱり2人あたりが現実的かな。コントロール技術がない。もういいや、やんなくて。5月に入ったらちょっと2人残しとく。変化球はなんだっけ。あ、カーブ取ってたんだ。じゃシュートでも覚える。覚えられる。覚えらんねえし。おお、なんとか勝った。お、バーベキュー。3人にはならない。でやるんだったら復活がやっぱり重いんだよね。復活が、復活1だからね、重いね。ちょっと復活かぶせたい。復活とあれだな。だったらつくも単品の時にこれはまたハッピーをやって何にもなければ追求する。これもいいよ。試験受けよう。スクリュー。ちょ、球速は結構あるな。意外にコントロール少ない。受け、危ねえ。カーブ、緩急、緩急ないけど。ゲー、打たれた。あぶね、割と曲がるね。カーブとスクリュー、この逆の変化球を見せていく。で最後はストレートで決める。打たれた。いや大丈夫か。1本打たれるとね、投手はだいぶ減るんで経験点が。まあそれでもそれなりにくれるかな。それなりにはくれるね。怒りの評価10下がっただけだ。ちょっと見よう。つくも、ここでやるとどんだけあれになるんだ。待ってね、計算しないとあれだけど9下がればいいよな。いや、つくも倒しちゃおう。5月入ってるし。3人はなかなか難しい。やっぱりは上がったね。せめてここ成功してくれ。 OK、 ナイス。西谷いい顔だ。ドクター K 足りる。あ、足りるね。全然足りるね。というわけであとは2人待ちだな。タッチなければ追求。コツ、尻上がり OK。 おお、マッサージ、これいいよね。このイベント本当に1人
そもそも1人しかいない。やっぱりちょっとコントロールだな。技術が低い今回は。風薙はどうしようかな。コツが欲しいといえばコツが欲しいけど、あ、やっぱこっちだな。体力ももったいないしね。よし、技術、これ頼む必要ないよね。何にもわからない。いやー、なかなか難しいね。ここで回復か。あ、体力は割と有り余ってる。2人いない。いやー、マジか。どうする。ここはデートだな。ちょっとデート進めよう。いやー、マジでダブルで倒したいな。あ、そうだ、これだ。まあ、金徳失敗してるから最後の最後までダブルを狙おう。でダメだったらお蔵入り動画お蔵入り。いけ、撃たれたし、危ねえ。これどうする。これにしよう。モテモテになる必要はないけどね。モテモテになった。でここもまあ2人でいいでしょう。緩急つかめるんだ。おお、来たねー。よしよしよし、動画がお蔵入りにならずに済んだ。ちょっと待ってね、いろいろ振っておこう。まずはちょっと意外にコントロールも上げられる。で変化球か。あとは3球種欲しいね。高速シュートにしよう今回は。でそこから2人。よし、オッケー。80の180。勝利の星復活。よし、これでだいぶ復活が軽くなったな。6月の4週で、まあワンタック全然いいな。さらに、あ、ルナちゃんワンタックオンリーか。だったらルナちゃんを終わらせちゃってもいいかな。クイック掴んで走者釘付け。せっかくだから取りましょう。変化球は、高速シュートからの球速結構いけそうだな。これ160いけんじゃねえか。さすが怒りの球速コツだよな。ちょっともう少しスタミナが全然ねえんだ。せめて C で、せめて C で復活。まあここまで3まであればね、まあまあまあってとこだな。勝利の星も取ろう、逃げ玉も取ろう。なんだかんだでいろいろ減ったな。ドクター K も取っちゃっていいよね。で尻上がりも取ろう。緩急もう取っちゃっていいか。打たれ強さ、技術がゼロになった。デート4回目。空デートが来ると怖い。しかもルナちゃん終わらせちゃおうとか言ったけど4回目だし。え、ここ球速上げられんじゃん。やったー。70100くらいあれだよね、ポイント軽減されたよね。まあちょっともうあれだけど73367だからね。いいね。どうせだったらマインドブレーカー最後に来てくれよ。失敗しちゃってるかな。まあしょうがない。まあ、ちょっといつかは3個とかやってれば来るでしょう。いつかきっと。強化暁長いからね。基
間が長かったよね。風薙、まあ、風薙も全然能力的には悪くないんで、野手として。でも風薙が出てるってことは、あいつどこだっけ、ショートだっけ、ショートって余剰だっけ。いやだったら風薙の方がいいよね。風薙なんかセカンドで出てたっぽいな。余剰っていう名前が見えたぞ今。ダブルタックが来てるんだったらやったけど、虹谷か、追求してえな。ただ4周目最後にデートを残しておくのは、カナデートがあるキャラは怖いマジで。でどっちだっけ、時間は限られている。走者釘付け、タック、まあ、タッチも結構すげえよな。変化球ポイントが、ただ今回コントロール、いやパピオンはダメだな。パピオンだったらタッチの方がいいわ。で走者釘付け、まあ、クイックさえ取っちゃえばね、敏捷はそんなに使わないんで、なんてことはない。よし変化球、ちゃっかりサクッといこう。次はさすがに寝ないとまずいかな。あれってか俺カロリーあったっけ、どうしたっけ。忘れた。見てみよう。ない、食ったか、食い尽くしたな。うん無理。うん、ここはおとなしく寝とこう。あれまだあったのお前。まあさすがにね、あと4だからね、ちょっと危なかったな。まあ、金徳的には完走したけど、怒りがねイベント多いからね。やっぱり、まあ、もうここは経験点狙い、奪三振は取ってあるんで OK。 でコツ来てるね。よしダブルタックやろう。タッチカバーってあと取ってないコツとかあったっけ。まあ、次の練習次第では追求をしますか。これで一応444にはなったのか。今回は技術が少し少なめかな。スタミナは B でいいや。あとちょっと筋力は急速に振りたいね、せっかくだから。1点取られてるし、3本までこの小ささ無理だ。スクモ、スクモも悪くない、全然悪くない、能力的には。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で余剰、第1打席風投げは出てないのかな。打ちました、いい当たり、ヒット。あ、このチームね、ムード丸と勝利の星を持ってるやつがいたね。あ、サードになってる、全然いいよサードで。イカラシとかマジクソだからな。申し訳ないけど、さすがよ。ここは、でもまあだいぶ入るな、ダブルタックだからか。やろう、筋力だけちょっとまた有り余るんじゃないか。どうせだったらスタミナに触れるよね。160には持っていけそうだなこれ。
これでな、野五郎くん入れてちょっと変化球捨てて球速170とかにするっていうのもありかもしれないね。赤月大付属、最低でも外野フライが欲しい局面です。インコース引っ張った、投げた、完全に抑えの切り札的な。ボールは中継、7レフトへ、六本木か。ノーアウトランナー、六本木でもうまくいけばホームランは持っていけるけど、力配分してるしね。バッターの足元、さあ4球目、油断してると足元救われるぜと思ったら俺が全然ダメだった。また六本木かよ。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で六本木、第1打席はセンターフライに倒れています。今度は頭を越す。これか。第9投げました、ストレートはもう。第2球投げました、打ちました、おお、フェアになったわ。泉谷タイムリーツーベース、赤大付属なおもチャンスが続きます。八島がね、パワー C あるっていうのが結構意外だよね。そんなにパワーありそうなキャラじゃないのに。最後の練習は追求にするかタックにするか、いくつ入るんだっけ、筋力もう忘れちゃった。まあ、技術も欲しいからね、普通にタックをやっておきましょう。キバ、まあ暁台はね、ピンちゃんっていうかサクッとでも割と勝ちやすいところではあると思うんだけど、倍速でやっちゃいましょう。あぶねえ、なんとか勝った。勝たないとね、パピオンがね金徳くんないからね。あれ便所ポイント大丈夫だよね、全然余ってるはず。まだお1位取れた。もう復活があるから、ね、とにかくもうとにかくピッチャー先発しか作れないんだけど、エピローグくれるからな。彼女キャラなしでもいい気がするんだよね。80、60、40、40か、まあ、悪くはないもんね。いいね、安定して9000超えるね。で、まずは脅威の切れ味からの下の方は何にもない、打ち強さ取っとこう。せっかくなんでこれはやるでしょ。160で変化球だね。384か、どうしようかな。高速シュート、え違う違う違う、新しいやつを覚えようとすると380使うのか。今あるやつを上げると200くらい。高速シュートの高速シュート6にしようで、超スローボールとかな、査定的にはなんかどうなんだろう、良さそうな気もするけど。例によってまたスタミナが上げられんね、これ。スタミナでも上げておきますか。で、コントロールも A までは持っていけるね。で、そこから、筋力
力が余りそうな気がするけど、せっかくだから怪我しにくさとかって関係あるのかな、投手に怪我しにくさって。あとはこれ、筋力がだいぶ余っちゃってんね。まあしょうがないか。はい、ということで、今回は一応2つ取れましたね。まあ、2つ取れたけど、またマインドブレーカー失敗してるからね。マインドブレーカー失敗して復活はね、かぶせたんで。で、結局1、2、3、4、5、6だもんね。で、マインドブレーカーがあって、復活はかぶせてあって、もう1つプラスしてればっていうところだね。まあ、何回かやってれば、まあ、いつかはいい選手が出来上がるでしょう。もっともっといい選手が。やっぱりね、今の時期に、暁強化は投手がかなり強い選手が出来上がるんで、なるべくね更新を狙っていきたいですね。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。